皆さん、こんにちは。静岡ミッドフィールド橋本健太です。いかがお過ごしでしょうか。大変な状況であると思いますけど、それぞれができることとしてみんなで乗り越えましょう。そして今回は普段僕が家でやっているストレッチを紹介したいと思います。それではいきます。逆立ちをしながらのももれのストレッチです。ぜひやってみてください。